蒙古たちの武勇は呪春に集った魏軍を圧倒した。これにより宗義は揚州から完全に駆逐される。さらに呪春の先に広がるのは予州の平原。古来その地を制する者が天下を制すると言われた中原である。この平野を駆け進み曹操と雌雄を決する時は近い。孫吾は若き当主孫権を中心に結束し息を高めていた。しかし揚州平定から数ヶ月の後、西から嵐が巻き起こる。盟友劉備の軍が突如突進、孫権領する甲賀へと迫ったのである。明らかなる敵意と不確かなる動機、そこにある真実を確かめる間もないまま孫吾は防衛の陣を敷く。陸孫、関東、郊外、連氏が乱世の虚実に立ち向かう。守れないものがあるなら、劉備め、一体何のつもりよ。姫様の婿ともあろう男が、このような騒ぎ姫が望むはずもない。事と次第によってはただでは済まさんぞ。果たして、いや、しかしこれはなあなあ、陸孫、いや、取り込み中なのは分かるんだがな。あ、関東殿、すみません。何でしょうか。その職の動きにおかしなところがあるんだろう。はい、この騒ぎどう考えても職に利はありません。孫吾は慶州で譲歩し合肥も攻めました。言ってしまえば職に都合がいい存在です。お前結構、いや、まあいいか。それらは皆漢中攻略を考えてのことです。ならば孫吾とことを構えるはずがない。このような騒ぎは無意味なのです。なるほどな。で、どうする。当人たちに聞いてみるか。はい、向こうが応じればではありますが、なんとか対話を試みましょう。この騒ぎの真意を問いただします。職本陣へ向かいましょう。何を考えとるのやら。ことと次第によってはただではおかんぞ。この騒ぎ、姫様の本意ではないはず。できるだけ早く穏便に収拾しなくては。策を披露するまでもない。一気に蹴りをつけよ。
がったな、裏切り者ども。よくも抜け抜けと姿を見せられたもんだ。こたびの不義、感化しうるものではござらん。覚悟してもらおう。これでは対話になりませんね。では力ずくで冷静になってもらいましょう。私も見習わなければ。すいません、少し落ち着いていただけますか。こちらには全く事情が飲み込めないのですが。きっ、どこまでしらばっくれる気だ。姉上が孫悟に帰った。兄者を裏切り、我らと戦うために。姫様が、まさかそんなことを。うちの軍師の手紙にあったんだよ。だから先手を打てってな。諸葛亮先生が。いえ、ありえませんね。関羽殿、張飛殿、やはりこれは何者かの策です。バカ。ならば一体。敵襲！敵襲です。敵襲です。どっちの敵だ。両方です。皆さんお揃いね。手紙を信じてくれたようで嬉しい。手の所管にて我らをたばかったか。なんと卑劣な。許さぬぞ。おい、今度連中わかった。ここは手を組んで奴らをぶちのめそうや。よしなさい。状況とは一体。いざ参る。今ならば敵本陣は手薄、一気に落とすのだ。で、伝令、魏の徐行が我が方の本陣へと急行中。しまった、状況とはこれが狙いでしたか。急いで防衛に向かいましょう。魏の奴らの好きにさせるかよ。こっちの守りは俺に任しときな。張飛殿、ありがとうございます。では私たちは本陣へ急ぎましょう。中央の高台の守りが薄い様子。ここは拙者にお任せあれ。伝令、東部の拠点が一つ銀に落とされました。敵は着実に本陣へ向かっていますね。急ぎましょう。いい戦ぶりよ。敵がはぜ飛ぶようじゃ。そなたの働き、軍中随一よ。いざ東軍の本陣を落とす。立ちはだかる者は我が部で投げ払わん。これで当面の危機を免れたようですね。
悪徒は二重三重に巡らせるものよ。さあ、俺が中央を立ち寄ってくれるわ。見事な武勇、拙者出直して参る。敵将討ち取ったわ。なんと、あやつら中央の高台を取るつもりか。さすがは下降飛んだね。五の軍師はどうあがくのか見物。ごめんなさいね。これで中央は守りきることができましたね。大きな損害もなく何よりです。効果の防衛戦は死守できたようね。これからの義との戦も順調に進むでしょう。連盟本家様率いる援軍が接近中。この援軍が来てくださる。皆さん、あともう少し耐えましょう。みんな、よく持ちこたえた。さあ、これよりは攻勢に転じるぞ。連盟、本家様の軍が到着いたしました。おお、やらいでか。義の者どもよ、尊後の力、思い知れ。尊敬様、大変頼もしいございます。私も全力を持って戦いましょう。孫権が自ら来るなんて。加減はしないわ。その首私がもらってあげる。今こそ私たちの武勇を示す時。さあ皆さん、殿に続きましょう。大したものよ。俺より目立つな。つい本音かな。よくやってると思うぞ。お見事です。私も見習わなければ。加減はしないわ。なんという武勇。いざ参ろうぞ。大なる輩、我らの刃にて打ち果たさん。ごめんなさいね。愛したものだ。その当てにさせてもらおう。打開できそうにないか。母族の勝者、遠征に勢いを得たか。だが貴公らの死、ここで立たせてもらう。もらおうか。俺より目立つな。つい本音かな。よくやってると思うぞ。思うなよ。
したもんだぜ。さあ来やがれ、お前なんざひとひねりだ。ねえ、これで勝ったと思うなよ。私も見習わなければ。ここは私が出るしかなさそう。いざ参るぞ。あのタチの悪い奴をぶっ飛ばすぜ。手加減はしないわ。私の知略が破れようと。お見事、見せつけてくれますな。すぐ楽にしてあげる。すまない、孫賢殿。諸葛亮から敵の策を知らされ、兄弟たちを止めるべく急ぎ来たのだが。それで自ら出向いたというのか。いや、そこが劉玄徳たるゆえんか。孫賢殿、このような騒ぎの後でぶしつけだが、今後も我らの命結び続けてくれぬか。ああ、そうできればありがたい。罹患を図るということは、それが脅威ということ。より一層の連携がなれば、義にとって重圧となるでしょうね。だの、今までは力を借りてばかりだった。これからは我らが孫吾の戦に協力させてほしい。はい。どうなさいました姫様。こうやってみんな笑って乱世を越えていけたらいいなって。そうですね。蜀の突然の侵攻は、五色の罹患を狙う葬儀の謀略だった。リクソンら将士はその感知を打ち破ると、魏の先兵を撃退する。劉備と孫権はその命を新たにし、打倒葬儀を誓い合った。かくして後方に何らの憂いもなし。孫権は間を置かず、中原攻略の大規模な戦線を展開する。孫権は劉備の軍と連合し、甲賀から北進。孫策らは寿春から魏の防衛線を破りつつ、徐南での合流を目指す。
この時、大凶小凶らもそれぞれの夫の身を案じて従軍を決意。孫権の軍に合流し、孫策や周瑜らの待つ徐南へと向かった。そこへ孫吾の結集を阻止すべく、曹魏の軍が奇襲を仕掛ける。大凶、小凶、孫昌公、廉氏が今臨前と深夜の戦場に立つ。様は樹春でお見事に戦われたそうです。ですが私、まだお体のことが。離れているとやっぱり心配になりますね。だからできれば急いで進みたいです。王殿、孫策様、そして劉備様、皆様が孫権様を中心に動いておられます。これこそが孫権様のお力でしょう。私はそれをとても嬉しく思います。兄様、どうするの？敵は私たちの進路を塞いじゃってるわ。我々が樹春の兄上たちと合流するのは自明。向こうはその前に打ち払いたいはずだ。そっか。じゃあ他の道を進むのは？これは一気呵成に巨匠までを狙う電撃戦。最短距離を最速でかけねばならん。なら戦うしかないってことね。でも玄徳様たちはまだ着かないわよね。職軍の体制を整えてから進むって言ってたし。うん、つまり我々は貨幣だ。危険は承知だが今は進むしかあるまい。兄様きっとびっくりするわよ。私たち結構いけるんだからね、小京。うん、早く周瑜様のとこに行かなきゃ。みんな張り切って行こう。この地を駆け抜け、ジョナンを目指す。みんな足を止めるな。父様と作人様が待ってるわ。さあ張り切って行くわよ。早く周瑜様に会いたいわ。邪魔する敵なんかやっつけちゃうんだから。
方が相手でも戦場は戦場、張文煙全力にてお相手つかまつる。これはいつになく華やかな戦ですね。では私もより華麗に参りましょう。義軍め、やはり兵を潜めていたか。奴らを倒さねば先へは進めぬか。なんと貴殿をこの将だというのか。このような恐れというのか。今私のことバカにしたでしょ。すごく強いってたくさん見せちゃうもんね。よし、周囲の敵は退けたな。急いで山を下るぞ。この辺って珍しい動物がいるんだって。ねえ、探してみようよ。状況、今はそれどころじゃないでしょ。こんなバカなのに行ってはダメよ。行き止まりか。どうにか道を作れないだろうか。あの崖、私にも登れるかもしれません。上から。あ、あそこにいじめられてる子がいるよ。悪い狼さんとトラさんを懲らしめちゃおう。
を右分速と厳正なる勝負を。道ができたか。よし、進軍を続けるぞ。どこかに気の緩みがあったか。うん、見事だ。その調子で奮戦せよ。先ほどのように道を作れればよいのだが。デコボコな道ですね。足をくじかないようにしないと。戦は知略でするものぞ。追い知るなよ。私がここで命運を絶ってあげる。あともう少しだというのに、最後まで厳しい道のりだな。その勢い誰にも止められますまい。遠霊、後方の義軍が橋を渡ったとのことです。せーの、恐れ。 Come on!
邪魔をした人のことを覚えておく。セクション抜き取っちゃった。お遊びはここまで。そろそろ観念していただきましょう。あなたが噂のリーダーですよ。もう少し落ち着きながら学んだ。何よ失礼ね。元気だったのは元気でいいって言ってくれるわ。あらお子さん、行っていっちゃうよ。この大都族様は結構な趣味です。敵を連れたまま兄上たちと交流はできん。あちらを迎え撃つぞ。うん、見事だ。その調子で奮戦せよ。私がお相手し、愛する者の夕日のため、愛しき者と共にあるため、美しき花たちは深夜の戦場に麗しく咲き誇った。細分機新キラの率いる魏の奇襲部隊は撤退。孫権は戦闘による遅れを取り戻すべく徐南へと進軍を再開する。一方樹春方面軍は一足早く徐南へと到着。徐南の地を堅守する芝一族の軍と対峙していた。芝一族、芝居を王里し知略をもってなるかも。その防備を破るにはそれ以上の知略と武勇を要する。そこへ甲賀川の本隊から先行してきた陸遜らが合流。本隊の合流を前に芝市の壁を破るべく行動を開始する。陸遜、呂宿、呂蒙、そして小強が徐南に孫吾の知遇を示す。陸白猿、全力で戦いましょう。本隊が合流する前に芝一族を潰す。
できないこともないが、かなり厳しいぞ。ここは完治にかけた芝一族の守る地。どんな仕掛けや伏兵が待っているのやら。ロシュク殿とリクソンとの戦線か。これは心強い限りだ。俺も治癒の全てをかけて当たらねばな。なんだか私だけ早く着いちゃった。孫健様やお姉ちゃんは後から来ると思う。もうすぐここにみんな集まるんだよね。すっごい楽しみ。リクソン、お前が先見で来たのか。はい、殿の命により参りました。ロシク殿、両毛殿と諸々を整えておけと。それだけ芯が厚いということか。よくやっているようだな、リクソン。いえ、私など弱敗で、まだまだ学ばねばなりません。うん、ならば今は芝一族に教えを請うとするか。芝一族、義の重鎮ですか。彼らがここジョナンを守っているのですね。俺たちの合流地点は読めていたのだ。向こうも相応の準備はできているだろうな。なるほど。ではそれを上回る策で破るまでですね。注意深くかつ迅速にだ。できるな、リクソン。お任せください。リク白言、全力を尽くします。芝一族を破り、ジョナン一帯を制するぞ。敵は知略に長ける。注意を怠るなよ。まんまと入ってきよったわ。門を閉じ、奴らを分断せよ。分断されたか。仕方ない。各軍そのまま進め。後で合流を試みるぞ。様に届けてやる。早くこの部屋を脱しなくては。この技を見切れますか。車を起動し、風で押し返すのだ。すごい風だね。頑張って進んじゃうよね。行きます。私の知略が破れようと。敵将、私が討ち取りました。その勢い、誰にも止められますまい。
風も矢もやんだか。さて、時を取られた分を取り戻さねば。来たか、この田舎武者め。閉門せよ。包囲して敵を撃破する。まずい、閉じ込められてしまったか。すいませんが、これお返ししますよ。早く両者殿を援護しなくては。任務だ。可変者を起動せよ。不甲斐ない味方を持つと大変だよ。私がまとめて始末する羽目になるし。これでどうだ。敵がいかに来ようとも倒さる。それが自分の任務だ。今です。え、こう、あなた敵もなかなかに盛況のようだな。あ、これ乗れそう。乗っちゃってもいいよね。両毛殿、ご無事で何よりです。やっと合流できたというのに弱しいな。まあいい、早くここを抜けてしまおう。ここまでだ。観念していただく。よし、よくやった、ディクソン。この私こそ英才の誉れ高き少子だ。この記憶に刻みつけておけ。私の技見えますか。私の経歴に傷をつけたな。次は許さん。敵将、私が討ち取りました。ここ迷路みたいで面白いね。どっちに行こうかな。まだれよ、消去殿。周遊殿、やはりあなたは大人物だ。ディクソン、少しは遠慮しろよ。俺ここで構えていて正解だったでしょ。資源も市場も成長したのはずーたんだけね。ましてや我が夫は。人間万能というわけにはいきません。それにあれこれと気をもまずに済むで、ここで戦えてよかったかと。ああ、なんて賢いの元気殿。どうかあのバカ息子を見捨てないでやってね。師匠殿がおっしゃるほどダメでは。多分ですけど。気を使って。私たちであの者らを召してしまいましょう。はい。あなたも
使いたいの。なら仕方ないよ。隙だらけですよ。ここで終わりにするわけにはいかないの。ごめんなさい。しばしを頼む。うん、二手に分かれる作戦。じゃあ私はリクソン様と一緒に行くね。私が討ち取りました。私に抗う。いいだろう。身の程を思い知らせてやる。覚悟してください。覚悟してください。ここで引かねばボングの仲間入りとなる。敵将、私が討ち取りました。行きます。元気にどやされるのは嫌だからな。ここは本気で行かせてもらうぞ。これでどうです。覚悟してください。降参と。じゃ、またな。行きます。あとは芝居を打つだけですね。さあ行きましょう。
よし、よくやった、リクソン。戻って策の練り直しだ。その働き、言うほかない。行きます。私が討ち取りました。来ただけですよ。そうだぜ、ここで承知をさせてやる。我がコラを倒してきた。ならば自らの手で葬ってくれよう。そうはいきませんよ、陸白玄。全力であなたを退けます。最後に勝利するためにな。壁将、私が討ち取りました。その武将どもがサルシエでこの私を出し抜くとは。ふん、吠えずに逃げた方がまだ潔いと思うがな。追いますか。いや、もう皇族が合流する。ここは全軍で体制を整えよう。ん？うまくやってくれたようだな、ロッシュ君。おお、周遊殿。あいつらの奮闘あればこそです。お前の背を追いかけてきた者たちも皆ひとかどとなったか。それを言うならば、俺は周遊殿の背中を追ってここまで来ました。嬉しいものだな。人がつながり、志が受け継がれていくことは。孫悟の治癒は、しばしの地防を凌駕し、序南の守りを打ち破った。奇声を上げる将兵たち、そこへ高架から孫権が到着する。時は来た。乱世に立ち、あまたの戦を戦い抜いた孫悟。そして孫悟と盟を組み、共に歩む劉備の諸君。彼らが大志を重ねて挑むは、強大な義を滑る覇道の雄曹操。曹操を倒し乱世を終えれば、新たな時代が訪れる。若き虎孫権が描く天下はどのような形を成すのか。全てはこの戦の先に。孫権が、孫策が、孫権が、孫昭公が走る。孫悟三代の熱き血潮が決戦の巨匠を紅蓮に焦がす。
なんてね。天下、この乱世一体どれほどの男たちがそれを願ったのか。董卓、袁紹、袁術、奴らは皆己の野心と欲望に飲まれ散っていった。劉備は違うみてえだな。うん、玄徳様はみんなが穏やかに暮らせればいいの。そっか、曹操はどうなんだろうな。あの男もただの野心と欲望の輩ではあるまい。今こうして我らの前に立ちはだかるからにだ。そして玄、お前は天下とどう向き合う。私は兄上に、父上に、将校に、皆に支えられてここまで来ました。そうして支えられてきた私だからこそ示せる天下があると思っています。そうか、お前ならできるぜ玄。行きましょう。この戦いを乱世の終わりとします。将校、やっぱお前も最後まで戦うのか。劉備も頑張ってくれるみたいだしな。無理はすんじゃねえぞ。危ないところは俺たちに任せとけ。何よ兄様、私たちの力知ってるでしょ。見ててよね、この戦私たちで決めてみせるわ。将校、このジャジャウマめ、この最後の戦いまでも戦場に立つのか。だが止めはすまい。お前もまた虎の血を引くのだからな。そうよ父様、私は父様の娘で兄様たちの妹だもの。それに今は玄徳様もいる。だから私絶対に負けないわ。止めはすまい。お前もまた虎の血を引くのだからな。将校、いよいよ最後の戦いだ。敵の総力をこちらの総力で叩く。お前と劉備にも戦ってもらわねばならん。分かってるわ兄様、任せといて。私たちも頑張るから、みんな一緒に新しい天下を迎えましょう。孫権殿は何やら大きな理想をお持ちの様子。将校殿、何か聞いておられるか。ううん、賢人様まだ教えてくれないの。戦が終わった時にだって。そうか、うん、確かに今は眼前の戦に専念せねばな。共に参ろう将校殿。乱世の先、新しい天下へと。
きたわ。周遊、何か作戦はあるの？敵は本拠巨匠にての守りの構え、あらゆる策を用いてくるでしょう。この戦、互いに総力戦です。状況は千変万化、作戦も変幻を要します。つまりまずは好きに戦えってこと？はい、策は状況に応じ発します。まずは全力で敵の前線を崩してください。では姫、どうかご武運を。うん、行ってくるわ。兄様や玄徳様、みんなの明日のために。この城攻め、兵力の高は策で覆す。みんな私の指示に従って動いてくれ。主要部隊は城の正面にて陽動。その間にリクソンたちは裏へ回り、火計を仕掛けよ。将校、この奇襲が戦の流れを決する。はしゃぎすぎて敵に蹴取られんようにな。大丈夫よ父様、重要な任務しっかり果たしてみせるわ。将校殿。乱世の終焉は目前、この時をそなたと迎えるのは嬉しく思う。ふふ、随分気が早いのね、玄徳様。さあ、一緒に頑張りましょう。やはり来たか。ここから先へは一歩も進ませんぞ。見つかってしまったか。騒がれる前に倒さねば。始めるの。動く者がいなくなるまで狩り尽くすの。一人か、一人か。貴様も舐められたもんだ。ぶっ倒す。私の部で止めねばなるまい。私の道はここでついえるか。
我々の動きに敵が反応しましたね。これより策の実行に移ります。素晴らしい戦ぶりです。しかし陸曹、ここからどう奇襲するのか。この池の下には隠し通路があるそうです。それを使い敵の背後を取ります。まずは池の水を抜く必要がありますね。水門を開け水位を下げましょう。
れが隠し通路のようですね。さあ、あそこから城内に入りましょう。元へは絶対に行かせません。この学軍家、全力でお相手します。やっぱり池から来やがったか。俺の勘、今日も冴えてるぜ。お、戦ぶりに注意が下らしている。旦那、俺も負けてやるわけにはいかんのか。あなたは、なんで私たちの顔を読んだの？そんな適当な人には負けられないわ。李曼星、またの名を勘が冴える男だってか。おお、見事だ、将校殿。今日はダメだ、俺気持ちいい時にまた頼むわ。敵将、討ち取った。今こそ好機、巨匠城に火を放つのです。策はなった。さあ、今こそ曹操を討ち果たす時。よし、相手が相手だぞ。孫家の娘か。確か幽霊に立ち向かうだが、お主のような小娘に遅れを取りはせんぞ。絶対に勝ってみせるわ。兄様、玄徳様、みんなのために。そう思うとこの前に立つならば撃つのみよ。将校、その調子だ。曹操、野心を捨て共に定律の道を探さんか。劉備、お前、そして私、三者で支える天下があってもよいと私は思うのだ。できんな。我が道は覇道、我が理想は絶対的な力と断り、手を取り合い、はかりを揺らし続ける。そこに真の平穏などありはせぬ。考えを変えられぬか。私の理想に手を貸してはくれぬか。わしも男、生きるも死ぬも己が道の上。高等の捕らえよ。お主が乱世の勝者。曹操、私とは違う道で平穏の天下を求めた男よ。ならば私はせめてその願いだけでも共に抱いて進むとしよう。曹操は死力を尽くして孫権と戦い、
己を貫いて巨匠に散った。孫権は巨匠を制圧すると官室の帝を保護。この戦をもって群雄割拠の時代は終わりを告げた。そして1年後、孫権は官室の帝の賛同を得て帝室の廃止を宣言。呉、蜀、魏の三国による講和の下での帝立を提唱した。劉備は初め官室廃止に戸惑うが、孫権の大義を汲みこれを了承。また魏を継いだ曹丕も戦乱を繰り返す愚を否定、孫権に従う。こうして天下は新たな形を成し、帝をいただかずに進むこととなった。絶対的な権威なき世、そこには多くの困難が待つやもしれない。しかし孫権はそれこそが人の世のあるべき姿と信じる。虎は乱世を駆け抜け、今新たな時代が始まる。飲んでいるか。ああ、飲んでいるとも、孫権殿。うん。やむを得まい、父を討ち、講和の名士となった男となど、そうそう組み交わせるはずもない。だが、この講和、そして乱世の終結、あの男の英断あってこそだ。天下など人の身には大きすぎる。誰かが一人で背負うなど考えずともよいのだ。導き合い、支え合う、そう、ここにいる皆で、いや、ここにいない全ての者とも手を取り合い、まだ見ぬ時代を作っていくのだ。皆、共に祝おう。新たな天下の始まりを。新たな天下の始まりを。Blue.